どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は以前チャンネルのアンケートで募集したドラゴンクエスト3における様々なランキングを一気に発表していくぜ。そういえばそんなアンケートも取っていたわね。どんな項目をみんなに投票してもらってたんだっけ？たくさんあるが、例えば最強パーティー編成とか活躍した呪文とか好きなキャラクターなどなどだな。おお、ドラクエ3はいきなり自由にパーティーの組み合わせを決められるから、みんながどんな組み合わせで冒険したのかめちゃくちゃ気になるな。それじゃあ早速一項目ずつ見ていこうなんだぜ。というわけでまずは最も人気だった職業を見ていこう。ちなみにスーファミ版では性別によって能力なども変わってくるので、今回は性別も込みで投票してもらったぜ。強いキャラっていうわけじゃなくて好きなキャラっていう基準ってことでオッケー？ああ、もちろん強いから好きという理由で投票してくれた人もいれば、見た目のキャラクターデザインが好きという人もいたし、好きの判断基準は人それぞれだ。オッケー。というわけでまずは13位は男戦士、12位は女盗賊、そして11位は女遊び人という結果になったぜ。男戦士は HP とかも高くて頼りになるから戦術的な評価が高いだろうし、その一方で女遊び人は強さ的な面よりもデザインが評価されたような気がするから、これは結構順位を予想するのが難しいかもしれないわね。ではどんどん行こう。第10位は男盗賊がランクインだ。これは盗賊としての使い勝手の良さ、そして銀髪でクールな見た目のかっこよさを評価する声が多かったな。確かにこのキャラデザはめちゃくちゃかっこいいし盗賊自体も使いやすかったもんな。第9位は男武闘家。こちらも武闘家ならではの会心率の高さ、そしてなんといってもこの鳥山明感満載の武闘家スタイルがいいよな。この姿のまんまドラゴンボールの天下一武道会に出てきてもおかしくなさそうだもん。そして第8位は女魔法使い。コメントで気になったのは大人になってからこのキャラを可愛く感じるようになったというものだったな。確かに私も今と昔では好きなキャラデザインが全然変わったかもしれない。引き続き第7位は女商人。商人に関してはこのピンクヘアーと髪型の可愛さが圧倒的に人気だったようで、中には攻略上は戦士などを入れた方がいいと分かっていても、女商人を使いたいがために無理やりパーティーに組み込んでいたという人もいたほどだ。その気持ちわかるなぁ。ゲームのモチベーションってそのキャラの強さももちろんあるんだけど、自分の好きなキャラで冒険してるっていうのが結局一番大事だったりするのよね。それでこそ自分だけの冒険になるしな。そして第6位は女戦士だ。お、ここで戦士が両方ランクイン。特にみんなが高評価だったポイントはこれまでにはなかった鎧のデザイン。ガチガチに体を覆う男戦士とは対照に必要最低限の身を守り身のこなしにも配慮し、その中でも隙間から見える鍛え上げられた肉体。まさに強さと美しさが同居している画期的なデザインという評価だ。確かにこの時代にこの鎧のデザインを考案したっていうのはめちゃくちゃすごいわよね。最近のファンタジー系のゲームでもこの女戦士のデザインに影響されてそうなのをたくさん見るし。続いて第5位は男勇者だ。おお、ついに座主人公が登場。これぞまさに勇者という風格。自分の分身として最初から最後までプレイヤーと一心同体となり、これが嫌いな人はまずいないだろうな。むしろ勇者が嫌いだったらバラモス軍に志願した方がいいわ。そしてなんと第4位には女勇者がランクイン。これに関しては性能の差でわずかに女勇者が上になったのかな。そうかもしれないな。キャラクターデザインとしてはどちらも超魅力的で、女で勇者という一見違和感がありそうな組み合わせを見事に払拭している。女勇者って言葉だけ聞くとピンとこなかったりするかもしれないけど、このイラストを見たらめちゃくちゃしっくりくるものね。ではここからいよいよベスト3だ。まだ出てない職業って言ったら誰だろう。みんなはベスト3を当てられるかな。まず第3位は女僧侶だ。ああ、これは確かに人気だわ。まず僧侶という職業は普通にプレイするだけならほとんどの人が一度はパーティーに編成する。見た目も一枚の大きな羽織みたいなのを着てるだけなんだけど、不思議と全然それが野暮ったく見えないし、それどころかすごく可愛く感じるのよね。不思議な衣装だけど、今で派僧侶といえばあの衣装って感じだよな。キャラデザのセンスがありすぎるんだよな。そして第2位は女武闘家がランクインだ。武闘家も強さ的にも申し分ないし、見た目的にもめちゃくちゃ可愛いしで、これも文句ない上位ランクインだわ。ドラクエシリーズでは4のアリーナだったり11のマルティナだったりと、体術が得意な女性キャラが本当に魅力的に描かれているよな。確かにそう言われてみれば私も今言ったキャラ全員好きだわ。そしていよいよ第1位の発表だ。まだ出てきてないキャラって言ったら、とりあえず男魔法使いが頭に浮かんだけど1位ではない気がする。今回最も多くの票を獲得したのは女賢者だったぜ。はいはいはい、これはもうめちゃくちゃ納得です。賢者という職業上魔法使いや僧侶が覚えるあらゆる呪文を習得する
ることができる最強性能、そしてまさに選ばれた者だけがなるにふさわしい神秘的な見た目。私的にはこの後期で強そうな感じとどこか可愛らしい感じが混ざったデザイン、これはもう天才としか言いようがないと思います。それに普通にプレイしてても賢者に転職できた時はめちゃくちゃ嬉しかったし、最後の最後までずっとお世話になったからめちゃくちゃ納得の結果でした。では引き続きこのランキングを見てみよう。続いてみんなに投票してもらったのは最強のパーティー編成だ。これがめちゃくちゃ気になるんだよな。いいのがあったら私も真似したいな。と入っても例えば先ほど1位になった賢者は最初から転職することはできなかったり、逆に最初は活躍しても終盤ではあまりパーティーに組み込まれない職業も存在する。確かにそうね。というわけで今回は、序盤での強い編成と終盤での強い編成に分けて投票してもらったぜ。わざわざそんな面倒くさいアンケートに参加してもらって本当にありがとうございます。ありがとうございます。そんなわけでまずは序盤でみんながお世話になったパーティー編成第5位、舞踏家、盗賊、魔法使いの組み合わせだ。僧侶がいないけど回復は大丈夫なの？序盤であれば勇者のホイミや薬草での回復で十分な場面も多く、その回復の代わりに攻撃面を強化してサクサク進めようとする編成かもしれないな。なるほどね、いきなり僧侶なしのパーティーがランクインはちょっと衝撃的だったわ。そして第4位は舞踏家、盗賊、僧侶のパーティーだ。さっきの魔法使いが僧侶に変わった感じね。まあ防御面に関しては間違いなくこちらの方が安定はするだろうが、そうすると今度は魔法攻撃に弱い敵と戦う時に苦労してしまうので、まさに一長一短、プレイヤーの好みが現れるところだろうな。ちょっと組み合わせが変わるだけでかなり進め方の方針も変わってくるし、それをみんながみんな違うやり方で進めてたと思うと、すでにこの時点でめちゃくちゃ楽しいな。では第3位の組み合わせは、舞踏家、僧侶、魔法使いのパーティーだったぜ。今度は魔法使いと僧侶が両方入ってきた。回復薬は僧侶、そして物理攻撃は舞踏家、物理に強い相手には魔法という、まさにバランスの取れた組み合わせだな。これは初心者でも安心だわ。そして第2位は、戦士、僧侶、魔法使いという組み合わせだ。今度は僧侶魔法使いがそのままで舞踏家のところが戦士になったのね。これはゲーム側も推奨しているまさに一番基本となるパーティーで、舞踏家は本格的に強くなるまでにやや時間がかかるが、その分戦士は序盤から豊富な装備や高い HP で安定するため、こちらの方が序盤では強いという評価が多く集まったのかもしれないな。でもそう聞くとなんだかんだこれが序盤の最適解な気がしちゃうから、これ以上序盤で活躍する組み合わせなんてあるのかな。そんな一見最適解とも思える組み合わせよりも多くの票を獲得したパーティー、それが盗賊、僧侶、魔法使いの組み合わせだ。盗賊って序盤からそんなに強いの？力など見た目のステータスは一見戦士や舞踏家に劣るかもしれないが、無知を装備できることによる殲滅力、そして素早さが圧倒的に高いことによる緊急時の先手での回復、さらにドラクエ3での素早さの値が守備力にも反映されることによる非ダメージの軽減など、実は超優秀な職業の一つだったりするんだ。物理系のアタッカーを一人決めるとしたら勝手に戦士か舞踏家っていう先入観があったから、序盤の盗賊がこんなに人気だとは思わなかったわ。では引き続き終盤での最強パーティー編成を見てみよう。ちなみにこちらは序盤の方よりも面白い組み合わせがたくさんあったので、第8位から発表させてもらうぜ。こっちは賢者も入ってくるから組み合わせのパターンも多いしね。というわけで8位は盗賊盗賊盗賊だ。いやいやいきなりめっちゃ尖ってる。当然終盤なので他の職業を経て様々な呪文などを覚えているという前提にはなるだろうが、それでも全員盗賊にするっていうのは面白い発想だよな。一見ネタパーティーのようにも思えるけど、冷静に考えたら全員がそれぞれいろんな呪文を習得した上で、盗賊のステータスを持ってたらかなり有利に戦えるだろうし、ドロップアイテム集めでも他の職業よりかなり効率よくできるだろうから、これは確かに終盤ではめちゃくちゃ活躍するパーティーな気がするわ。そして第7位は戦士、賢者のパーティーだ。二人賢者にするには悟りの書を複数手に入れるか、遊び人から頑張って賢者にする必要があるけど、それでもやっぱり賢者が二人いたらそれだけで講師ともに信頼感が半端じゃないし、そこに物理系で安心感のある戦士がいたら鉄壁ね。第6位は舞踏家、僧侶、賢者の組み合わせだ。確かに先ほどのように賢者が二人いた方が強くなるのは当たり前なんだが、攻略を見ないとなかなか賢者を二人作るというのは難しかったりする。魔法使いか僧侶のどっちかを賢者に転職させるとしたら、やっぱり終盤の猛烈な攻撃に対応するために僧侶はそのままで、魔法使いが賢者になってもらって二人で回復できる体制にするのがいいかもしれないわね。そして物理系の攻撃は終盤でどんどん強くなっていく舞踏家に任せる。これも申し分なくいい組み合わせだな。そして第5位は舞踏家、戦士、
賢者の組み合わせだ。さっきの僧侶が戦士になったのか。先ほどのように僧侶をそのままにして回復をより強化するという発想もあるが、そもそも戦士にしてしまって高 HP と高い攻撃力で乗り切ってしまうという発想もあるな。場合によっては僧侶が戦士に転職すれば緊急事態は回復魔法も使えるわけだしね。この辺は本当にいろんな発想や戦術があって面白いよな。続いて第4位は賢者のパーティーだ。これは作るのはめちゃくちゃ大変だろうけど確かに間違いなく強いわ。パーティー全員が攻撃や回復や補助の呪文を使いこなすことができて、かつ賢者は全体的なステータスが高いのでまさに万能で隙がないな。3人同じ職業で固めるならこれが最強なんじゃない？それがそうでもない。なんとその上、第3位にランクインしたのは、武闘家の組み合わせなんだ。賢者3人よりも上がいるのか。武闘家はレベルが上がるごとに会心の一撃の発生率が上昇するという特性を持っており、高レベルでの会心率は圧倒的。魔法でのダメージの上限が決まってしまっている以上、最強のダメージを出すことができるのは、この武闘家3人の組み合わせということになるんだ。とにかく会心の一撃を入れまくって最速で倒しちゃえ的なことなのね。そして第2位は、武闘家、賢者、盗賊の組み合わせだ。急にめちゃくちゃバランスが良くなった。先ほどの賢者3人や武闘家3人は当然やり込めば最強クラスになるが、いかんせんそこまで育てるのが大変で終盤どころかクリア後のやり込み要素となってしまう。その一方で通常の物語の終盤や裏ダンジョンを普通に攻略するにあたっては、この組み合わせで攻略を進めたという人が多かった印象だな。これはいよいよ1位がわかんなくなってきたなぁ。やり込んだ上で最強のパーティーがたくさんの票を獲得したのか、それとも道中も含めて終盤攻略に役に立ったパーティーが票を獲得したのか。では第1位の発表だ。第1位は武闘家、賢者の組み合わせだったぜ。なるほど、これは確かにバランスも良くてラストダンジョンや隠しダンジョン攻略にも持ってこいだし、その後のやり込みもこのパーティーのままいけるわ。ベテランプレイヤーになればなるほどこういったパーティーを後半で作るために、序盤から積極的に遊び人を入れて冒険をするという人もいたな。そう考えるとさっきの序盤の最強パーティーをそのまま真似して冒険するだけじゃなくて、遊び人を入れていち早く賢者を複数人作るのも楽しそうだし、思ってたより奥が深くて楽しいな。それでは引き続き、今度は敵ながらに圧倒的な人気を誇るキャラクターたちだ。ドラクエのいいところは敵キャラのデザインもめちゃくちゃ可愛かったりかっこよかったりするし、物語の演出的にも敵の個性が引き立っているところよね。ではそんな中で一体どのキャラがランクインしたのか。まず第7位はメタルスライムだ。いきなりメタルスライム来た。これはもうキャラクターデザインの可愛さはもちろんのこと、なんといっても出現した時のドキドキと倒した時の喜びだろうな。敵が出てくるだけでこんな嬉しくなるって普通に考えたらめちゃくちゃすごいことよね。そして第6位はさまよう鎧。これもめちゃくちゃデザインがいいよな。モンスターの中では珍しく正統派にかっこいい系のデザインで、これもスライム系に次数多くグッズかなんかもされている人気キャラだな。うちにもさまよう鎧のでっかいフィギュアがあります。そして第5位はバラモス。バラモスがランクインしてくるのは間違いない。むしろ5位だと出てくるのが早すぎると感じるくらいだわ。途中までラスボスとも思わせる風格、そして実際に戦った時の圧倒的な強さ、多くの勇者たちが絶望しながらも何度も立ち向かっていくこととなったな。バラモスは本当に強かったし倒せた時は本当に嬉しかったな。そして第4位はカンダタ。これはコアクトーとしてのキャラクターが立ってて、サブストーリーを盛り上げるのに一役買ってくれてるわよね。そうなんだよな。キャラクターデザインもさることながら、その言動などの何とも言えない憎めなさ。決して主役にはなれないが、ないと絶対に物足りない隠し味のような存在だな。それでもバラモス以上の票を獲得するんだもんな。そして第3位はヤマタノオロチ。これは舞台がジパングであること、そして実際に戦った時の強さや、今までのボスにはないような2回連続で戦う演出など、とにかく初見で多くの子供たちを驚かせることとなった。世界観から敵の強さから演出からあらゆることが印象に残ったわよね。そして第2位はハグレメタル。ハグレメタルが2位か。先ほどのメタルスライム同様、多くの経験値を求めて勇者たちが必死に追いかけることとなったが、こちらの方がより長い時間レベル上げのお世話になることが多いため、より一層みんなの印象にも残っていたのかもしれないな。はぐれメタルは歴代のシリーズでもレベル上げしかり、ドロップ狙いしかり、仲間狙いしかりで、とにかく何度も何度も戦うことになるし、何度戦っても何度倒してもずっと嬉しいわよね。ただのレベル上げがこんなに楽しくなる、それはこういうモンスターたちのおかげかもしれないな。ありがとうはグリーンメタリン。そして流行る第1位、
人気的キャラクターの頂点に輝いたのは、ゾウマだ。ゾウマが1位になったらもう他のモンスターたちは納得するしかないでしょ。バラモスを倒した後に明らかになるその存在、そして半端じゃないオーラを放つその風貌、実際に戦った時の強さや戦闘を盛り上げる BGM など、すべてがラスボスにふさわしい圧倒的さで見事1位を獲得だ。ゾウマ戦は光の玉を使った後の BGM の切り替わりが鳥肌が立つくらい興奮したし、さすがとしか言いようがないわね。では続いてはゲーム序盤から終盤まで、様々な場面で活躍した呪文のランキングを見ていこう。最強の呪文ってなると単純に終盤に覚える強い呪文ばっかりになるだろうけど、活躍した呪文ってなると序盤に覚えるものから終盤に覚えるものまで入ってきそうだから、これも上位がどうなってるのか楽しみだわ。まず10位はルカニ、そして9位はベホイミだ。ルカニの強さは別の動画でも取り上げてたわね。そうだな、ドラクエ3のルカニはシリーズの中でも特に強く設計されている。ベホイミは中盤から終盤にかけてかなり長い期間使いことになるからこれも納得のランクインね。そして8位に入ったのはドラゴラム。ドラゴラム？私はあんまり使った記憶がないんだけどそんなに強い呪文なの？シリーズによってはほとんど使われないドラゴラムなんだが、実はドラクエ3ではドラゴラムによる攻撃が普通にはぐれメタルにも通ってしまうので、レベル上げにもかなり重宝するほか、スーファミ版ではできないが、ゲームボーイカラー版だとハヤブサの剣を装備した状態で、2回炎を吐くということもできてしまうため知っている人にとってはかなり重要な呪文なんだ。へぇ、別のドラクエのドラゴラムとはいろいろと仕様が違うんだな。そして7位はメラゾーマ、6位はベホマラーがランクインだ。これはどっちも終盤では何度使ったかわからないな。メラゾーマは侵入相手でも十分なダメージを与えてくれるし、ベホマラーは強敵と戦う上ではほぼ必須レベルだしな。今のは世のメラではない、メラゾーマだ。いや逆な、それだと弱火みたいな火の玉出してメラゾーマって言ってることになっちゃうから。そっかー、これよく逆に言っちゃうんだよな。続いては第5位はスクルト、そして4位はベホマだ。ベホマラーよりベホマの方が上なのか。ああ、でもどうだろ、どっちの方が数多く使ったっけかな。際どいところだがみんなの印象だとベホマの方が活躍したという結果のようだな。あとスクルトの活躍度は文句なくやばいわね。結構早い段階で覚えるし強敵相手にはとりあえず複数回使ってたから、もはやスクルトなしのボス戦とか考えられないわ。そして第3位はルーラだ。正直ルーラが圧倒的に1位になると思ってた。確かにルーラはもはや冒険に必須というレベルの呪文だが、活躍した呪文というとやはり苦しい場面を乗り切ったりいざという時に助けられたものを思い浮かべる人が多く、ルーラよりもさらに多くの票を獲得した呪文が2つも存在したわけだ。なんだろうな、ルーラが1位だと思い込んでたから思いつかないぞ。というわけで第2位はフバーハだ。フバーハか、フバーハは確かにめちゃくちゃ活躍した。ドラクエ3では終盤に行くにつれてブレス攻撃をしてくる敵が増えてきて、しかもその攻撃力の上がり方が呪文の比じゃない。確かに終盤のボス戦は呪文の全体攻撃よりブレス系の全体攻撃の方が苦しかったな。そんな時に勇者たちを守ってくれたのがこのフバーハの呪文だったわけだな。じゃあ1位は何だろう？みんなはもう予想がついているかな？今回最も活躍した呪文に選ばれたのは、バイキルトの呪文だったぜ。今作では戦士とか特技がないから、ドラゴン斬りとか聖剣好きみたいに単体で攻撃力を上げる手段がなくて、そうするとボス戦なんかでは絶対にバイキルトが必要になってくるわよね。その通り、それにゲーム中では明言されていないが実は一部のボスは自動回復を持っているため、長期戦でちまちま戦うのではなく一度に少しでも大きなダメージを与えるのが重要になってくる。そういった要素も含めてバイキルトが選ばれたのかもしれないな。上位に来るのにはそれなりの理由があるし、みんなかなりいろんなことを想定して投票してくれてるのがめちゃくちゃガチ感があっていいな。そして次に今開発中の HD2D に望むことをみんなにリクエストしてもらった。リメイクはその方向性で神ゲーにもクソゲーにもなる可能性があるから、みんなの要望が叶えられるかはめちゃくちゃ大事よね。そんなわけで早速第8位は、侵入撃破時の願い事の追加だ。今までだと侵入撃破時に選べるのはオルテガ復活かスゴロク城追加かエッチな本だったわね。だがこれ以外にもさらにやり込める要素やご褒美、そして2周目プレイのきっかけになるような追加のものがあれば嬉しいという声があったな。確かにドラクエ3はいろんなパーティーで冒険したいから、2周目プレイのきっかけになる要素は欲しいかも。そして第7位はストーリーの補強だ。どうしても元の作品がファミコンだったという性質上、ストーリーやテキストの大部分を容量と相談しながら作る必要があり、なぜそこに行ってその行動をすることになったのかという理由付けについて、プレイヤーの想像任せという場面が出てしまっていた。レトロゲームはそれはそれで良かったりするんだけど、今のゲームだったら容量を気にする必要はないわね。
そのため本来削られてしまった部分などもしっかりと補強してもらい、より濃密に描かれたドラクエ3を楽しみたいという要望が多かったわけだな。なるほどね。そして第6位はオルテガ関連の補強だ。オルテガ関連の補強？これはいくつか要望の方向性が人によって分かれていたんだが、一つは先ほどのストーリー補強同様オルテガの話をもっと詳細に書いてほしいというもの。確かにこれまでの作品だとオルテガがあそこまでたどり着いた経緯もあまりないし、主人公とのつながりも薄いから、パパスがやられた時ほどの感情移入はなかったかもな。その点をしっかりと描写してほしいというものだったな。そしてもう一つはオルテガを実際に使えるようにしてほしいというものだ。ああ、それ結構面白そう。ストーリー上は賛否両論ありそうだけど、でも親友の願いでオルテガが復活するなら確かにそれもありな気がするわね。実際にドラクエ5で親子で旅をするのが楽しかったという人も多かっただろうからな。もしオルテガが使えるようになったらまた新しいドラクエ3体験になるだろうな。確かに。そして5位はゲームボーイカラー版の要素を入れてほしいというものだ。ゲームボーイカラー版にはどんな要素があるの？これはスーファミ版で追加された裏ボスである親友のさらに先のダンジョン、そしてその裏ボスが存在していたり、あとは敵を倒した時に確率で手に入るモンスターメダルという収集要素があるな。追加ダンジョンやボスがさらに増えてて収集要素もあったらより長時間楽しめるし、それは確かに入れてほしいかも。そして第4位は新たな職業や特技の追加だ。ああ、これは確かに追加されたら嬉しいな。今作では職業によって戦闘中の特技を使えるようになるということが少ないため、例えば物理系の武闘家や戦士はただひたすら通常攻撃だけになりがちだ。そうなのよねー。だがそこに特技や新たな職業を追加することによって、さらにパーティーの組み合わせや転職などの遊びの幅が広がってほしいというわけだな。追加されるにしてもこのパーティー編成が絶対に強いみたいなのじゃなくて、この編成はこういう良さがあってみたいにみんなが好きなように楽しめるバランスだといいな。バランスといえばまさに第3位に選ばれたのがゲームのバランス調整だ。これは具体的にはどういったあたり？いろんな要素があるが一番多くコメントで書かれていたのが男女格差だな。ああ、スーファミ版は女性がとにかく強いもんな。最強を求める場合その装備品や性格などからどうしても全員女性パーティーになりがちだ。しかし当然中には男性キャラを使いたいという人もいる。そういった格差をなくす調整をしてもらいたいというわけだな。確かに男性キャラが好きで男性パーティーでプレイしただけで、ナメクとか縛りプレイとか言われたらたまったもんじゃないわよね。そしていよいよ第2位はスゴロク城の復活だ。私はファミコンとスーファミ版しかやったことがないんだけど、スゴロク城ってスーファミ版以降でなくなってたりするの？ああ、リメイクによってあるものないものがあるんだが、スマホ版や PS4 版なんかでは廃止されてしまっていたな。でもこの前別の動画でも取り上げたようにスゴロク城って結構攻略の要よね。その通り、最強クラスの装備が手に入るようになるのはもちろんだが、純粋に遊戯場として遊ぶのも面白い。だからこそ特定のリメイク作品で廃止されてしまってファンからは落胆の声が上がったわけだな。スゴロク城復活ついでにカジノも実装されたら嬉しいなぁ。そして最も要望が多かった要素として選ばれたのは結局これまでの声のまとめみたいになってしまうが、新たな要素の追加だ。これは本当に期待したい。これまで言ってきたようなさらなるやり込み要素、そしてストーリーや職業の追加など、ドラクエ3の良さを最大限に活かしつつもよりパワーアップした作品をプレイしたいわけだな。実際に発売されたらどんな作品に仕上がってるかわからないけど、今日出た要望が少しでも実現してよりパワーアップしてたら嬉しいな。発売した頃にまたこの動画を見に来てどのくらい実現してるか見てみようなんだぜ。あ、それいいかも。そんなわけで今回はドラクエ3でのアンケート結果を発表していったぜ。今回も参加してくれたみんな本当にありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。